鴨のノマブチ、国遺構は、江戸時代の国学者、鴨のノマブチの著作。なお、国威とは、日本の精神を指す。儒教、仏教などの外来思想を批判し、古代の風俗や、稼働の価値を認め、日本固有の精神への復帰を説いたもの。国遺構は、マブチの学問をまとめた、いわゆる、語意構の一つであり、明和元年頃に寄稿され、 明和六年までには完成したというのが定説である。国以降は、お牛宗来の後を受けた、大宰春代の著、弁道書にある、日本には、神武天皇から、金明天皇の頃まで、道というものがなく、儒教到来によって、神道が成立することになったという神道を、貶めるかのような主張を反駁するために書かれた。国以降は、鴨の間ぶが把握していた、 古神道の意義の一部を示している。なお、一般の認識では、ま淵は、開校文遺口、古遺口などで古語の基礎的研究を体制した上で、古神道の哲学を蘇生しようとしたが、老齢のため、後継者である、元織のり長に復古神道の学論を立てるくわ立てを譲ったとされる。神道つまり、一神道こそ、日本古代から伝わる純粋な天地自然の大道で、 あったが、その精神は、後から伝わった仏教と儒教によって混濁させられた。国学者の責務は、古典研究によって、神道の純粋さを取り戻すことであるという前提に、基づき、朱子学などを廃止日本人本来の生活と精神に戻るべきである、という主張に終始する。また、国意とは、この日本人本来の精神を指し、 朱子学のように多角的な方形ではなく滑らかな、古線からなる縁である。つまり窮屈よりも緩和、厳しさよりも優しさが勝るのが、日本人本来の心なのである、とした。さらに、文の終わり頃にある、すべて飴がしたは、小作きことはとてもかくても、せいせいすべらぎの伝わり玉うこそよけれとか、すべらきのもとのごとく伝わり玉う国などの言葉で、知られるように、 天皇の存在が日本にとって自然なこと、良いことであると主張した。そして、万葉集には、柔らぎの心があり、古代の素直な心情に帰ることが国家を治める上で、寛容であるとの自説を強調して終わっている。元織の織長は、馬淵の死後の明は8年に、自家比例で、馬淵の学説を紹介したが、この時、より激しく、空心を排斥したため、 呪化を刺激することとなり、その結果、国以降そのものが論争の的になった。天明元年に、古学派の野村広大が、読み国以降を表したのに対し、国学者、海涼が、読み国以降に応える風味で反駁し、さらに文化3年に、同じく国学者、橋本稲彦が、弁読み国以降でこの論争を一応締めくくる。しかしも通りのりながはなおも論争を継続させる。 態度を示し、文政13年に、沼田順義、国以降弁護により、ノリの主張の根源として、国以降が再度取り上げられ、安政年間に、久保木心の国以降弁護税源がこれを反駁している。その後、国以降は、太平洋戦争中の日本において、万世一系の国体を擁護する思想や、尊能精神の源流として理解され、利用されるなどした。 大次戦国以降、この主張は復古神道の学頭に引き継がれた。ありがとうございます。